久保さんこれね、僕は好きな言葉でね、まあ、スピーチでね、孫正義さんのね、言葉があるんですけど、なんか株主総会だったかな、なんかで話してたんですけど、まあ、未来のこと分からないと。未来のことなんか分かんないよとかね、未来のことは想定できないとかね、あの、なんかいろいろあるけれども、果たしてそうなのかと。それは、未来を分かろうとしていないんじゃないか。っていう問いがめちゃくちゃ好きで、 やっぱり、そんま、それすげえなと思うんですけど。まあ、堀江さんの近畿大学のね、スピーチだと、まあ、未来の方となんか誰が想像できました。スマホをみんなは誰が持ってるって想像できました。僕もできなかったです。だから今を生きろ、みたいなね。これもすごく痺れる話なんだけども、まあ、その、一歩なんか上手というかね。なんかその、とんちじゃないですけど、確かに未来のことわからないけども、それって分かろうとしてないんじゃないかと。ね。実は。 だからこの問いが、稲妻始まりましたね。で、まあ、まあ僕も色々思うことがあるんですけど、みんなやっぱ分かろうとしてないんですよ。分かっているけど分かろうとしていないまあどういうことかっていうと、年取るって分かってるわけじゃないですか。で、老後2000万もらたらもう分かってますよね。で、年金ももらえるかもらえないかも分かってるはずなんですよ。だけど分かろうとしてないんですよ。分かってるけど。<laughs> ね。 分かってるけど分かろうとしないっていうこれもトンチみたいな話なんですけどそうまあ深く理解して深く考えれば今やるべきことっていうのは明確に見えるはずなんですよそんなのはだ僕はそれを明確に僕はあの未来をね未来まあ明日僕死んでるか分かんないですけどもう生きてたらね年、まあ、取るんで今のうちにやるべきことやっとかないと後々しんどくなるし後々しんどくなるしできないよと でその時にどうすんねんっていうとこですよね。うん。だからまあ、僕はまあ、やり続けますけどね、未来のために。未来はわからないけど、未来のためにやり続けます。<laughs> 未来の自分のためにですね。これやってなかったら、未来の自分っていうのは錆びていくだけですから、やってなかったら。うん。だからまあ、喋り続けるし、発信し続けるし、 少なくてもこの活動を続けてったら、まあ今もそうなんですけど、まあファンも増えてるし、売り上げも安定してるし、昔に比べるとね、どんどん安定してきてるし、売り上げボリュームも、まあ別に意識はしてないけど勝手に上がってるし、うーん。この前もね、やっぱね、ちょっと不安だったんですよね。やっぱ、まあお客さんはお金ないからネットビジネスでこうやろうっていうところで入ってくるので。 まあ30万クラスの商品を案内したときに、これどうなのかなっていう。だい普通に売り上げね、300万ぐらい上がったし。うん。まあこれがね、今、まあ30万の商品なんで10名買った三300万ですよ。で、これがまあ続けて二十20名買ったらね、もう一撃で600万だし。で、これ続けてってね、これ30人になったら一撃で900万だし。<laughs> ね。 900万あればね。まあ手取り20万だったら年間でいくらだ ?240 万か。僕一撃で900万みたいなね。30人売れれば。でも30人売ることは不可能じゃないので、単純にこれやっとけばいいんで。もしくはまあ客単上げるかどっちかなんですけど、まあず,ずっと値上げしてるんで僕あれですけど。まあ次回は僕40万で売ろうと思ってるんで、じゃあ40万で20人買ったら2しが8で800万じゃないですか。じゃあ20人に40万の商品売ることは不可能なんかは可能ですね。 うんでもそれができるのはずっと僕が積み上げてるからだけであって魔法でも何でもないですなんでそんな結果が出るんですかうん日々やってるからですっていう日々フリーコンテンツ作って日々お客さん悩み聞いて日々それに回答してっていう常にやってるからっていう正当な報酬です単純にねすごいなじゃなくて当たり前です当たり前にやってるんだから でもほとんどの人やってないんですよね。やらないし。うん。だから、ちょっとね、久保さん、あの、マネーの虎ちょっと見たんですけど、ね、<laughs> なんかその、西成さんでしたっけなんか YouTube 進めてるけど、みんなちょっとやれないですね。みたいな,なてした、ね、て <laughs> え、みんなやらないですよね。<laughs> うん、まあ僕は YouTube の広告も入れてますけど、この活動をつく続けてて、動画が10万本クラスになりました。20万本クラスになりました。じゃあ60歳までこのアカウントがありました。60以降ね、アドセンス収入もまあまあね、10万、20万、30万入ってきますよ。安定して。だって本数多いんで、僕は。うん。そう。だからそれはね、久保さんもアナリティクス見てるんでね、この動画からこんな収入上がってるのかとかね。面白いですよね。動画の本数多いと、これからも上がってるよ、みたいなね。 <laughs> いきなりポンみたいに出てくるとかね面白いですよ動画の本数多すぎるとあれこれ稼いでくれてるんだみたいな <laughs> うんだからまあ老後の年金問題に関しても僕はこの YouTube を続けていってアカウントがもし維持できてるんだったらまあまあまあ3040はまあ毎月安定して入ってるでしょうねだってあと20年やり続けるんですよこれどうなります <laughs> この量を20年やり続けるわけじゃないですか <laughs> 異常ですよね、もはや。<laughs> 60歳になったら異常の数が僕には残ってるっていうね。<laughs> そこからもうチャリンチャリン言い続けるっていうね。<laughs> ありがとう、グーグル。<laughs> ありがとう。グーグル年金ありがとうみたいなね。<laughs> <laughs> そう。うん。まあ僕がイメージしてるのは、まあ、1本の動画から1円ですよね。1本の動画から1円で1億本あったらもう1億っていうね。 まあネットはそれが可能なんで、一度が1円稼いでくれれば、1億本あれば1億っていう、超シンプルな公式なんですけど、まああとはそれを遂行するか遂行しないかっていう、やりきるかやりきらないかと。僕は、まあ1億本はさすがに無理なんだけども、無理かもしれないですけど一 <laughs> 1億本は <laughs>。まあでも1億本やったらすごいですよね。うーん、まあ、多分もうぶち抜いて世界トップだと思います、1億本は。しかもこれでね。 外注なしでとかね。外注なしで手動で1億本みたいな。しかもこういう感じでね。なんかその1分2分細切りで切り取りでバンバンアップするとかじゃなくて、ちゃんと取ってって話して。それ1億本だったらマジ。神の領域ですね。さすがにそこまでの時間はないですよね。うん。まあとりあえずまあ僕はもう未来のことを分かってるし、分かろうとしてるし。 だからこそやってるし。でも多くの人は分かろうとしない。未来のことをね。うん。なんでですかね。まあいいんですけどね。僕の人生じゃないですから。ただ、少なくとも僕の動画とか見てる、久保さんの動画見てるんだったら、それを分かった方がいいよっていうメッセージは伝え続けますけどね。でもそれを伝え続けても、あなたがどう受信してね、どう分かろうとするかはあなた次第です。それは関係ないと。俺はやると。 あなたはや、あなたにやれとは言う、やろうぜとはね、やった方がいいよと、やろうぜって応援したりとかね、あの、やれとかね、やろうぜとかね、いろんな言葉は投げかけるけれども、やろうやらないが、俺の人生ちゃうと。俺の人生は <laughs> 自分で切り開くと。自分の老後は自分でちゃんと担保していく、確保していくと。まあ、それ決めてますから。誰にも頼らない。うん。己の力一本で、腕っぷし一本で、あの、切り抜くっていうね。 うん、そういうなんか腹くくってますから僕はうんでも僕の経験上から言うとそういうね気持ち志というかそういう気持ち心構えでやってると勝手にすげえ仲間っていうのがついてきます少なくても久保さんは、まあ、僕の中でね、まああのー、世界でたった一人の、まあ、戦友というかねもうその持ちつ持たれつ,つというかね 僕がやっていなかったら、今、久保さんみたいな人と、このやりとりできないだろうし、久保さんも僕をリスペクトしてるからできるし、僕も久保さんをリスペクトしてるんでできるし、しかもその微妙な関係性ですよね。微妙というか絶妙な関係性。<laughs> 依存してるわけでもなく、ふらっと言ったら、あう、吉野さん、みたいな。<laughs> みたいな。<laughs> 何なんですかね、これね。 全く依存してないっていうね。全く依存してないけども、心は通じ合ってる。これね、すごいですよ。このね、まあでも、の呼吸じゃないですけど、暗雲の呼吸をもはや、なんかそ、それを通り越した僕は、この関係性かなと思います。でもこの関係性があるのは、二人ともやり込んでるっていう、共通ポイントがあるとするならばね。そう。だから、 僕と久保さん以上にやり込む人はまあ出てこないので、まあこのアウンの呼吸というかね、このなんかよくわかんない関係はつできないと思います。生涯でね、一生です。一生生涯でこんな関係を作れるのは多分ないと思います。うん。僕はまあ久保さん一人で十分かなと思いますね、本当に。だってこの本当にこれできないですよ、マジで。はっきり言って。絶対、もう絶対って言ってもいい。てか、久保さんみたいな人もいないですからね、そうそう。 このやりとりができる、ついてこれる人は <laughs>。で、僕もついていきますし、ついていってるし、逆に言うと、久保哲郎がついてきてるっていう、ね、久保さんから見るとね、この若造に負けられない、この若造よくついてくるなっていう話だし、僕からすると、あ 10, 10年上のね、おっさんがよくついてくるなっていうのもあるしな、なんですかね、このね、上からも見るし、下からも見てるし、上からも見るし、下からも見るし、何なんだ、これ、みたいなね <laughs>。 <laughs> これすげえ関係だと思いますけどね、ほんと、久保さんに関しては。まさかこんなに、まあ、なるとは思わなかったですけどね。まあ、たぶん、まあ、一つ一言で言うならば、まあ、老が一緒だから、なんか一緒なんでしょうね。<laughs> まあ、それにまとめるならば。<laughs> ただ、老が一緒でもね、こんだけやってないとこうならないし、まあ、老が一緒っていうのは当てつけですけど。うん。でも、少なくてもあの、人よりやっているっていうところに対しての、そのリスペクトはお互いにしてるので。 うん、で、これほどリスペクトできる人は、まあ、出てこないでしょうね。うん。だけど、依存していない <laughs>。自分のことやるべきことやってるっていうね <laughs>。いや、この関係性はね、マジね、すげえと思いますよね、久保さんね。いや、マジでないと思いますよ。だってもう、僕も一日の中で、久保さんが一番長いですもん。 久保さん家庭持ってますけど、僕と喋ってるのが長いんじゃないまあ、まあ、リアルで喋ってるわけじゃないけど <laughs>、何なんですかね <laughs>。ね、朝起きたら久保哲郎ですから。一番最初。一番最初久保哲郎ですからね。あー来てる久保さんからみたいなね <laughs>。はい、いってらっしゃい。